それでやろう、全員集合。わっすー、俺が最強のオレカバトラータンタロだ。こんにちは、愛と正義のオレカバトラーアワマドーシェフォーコです。今日も元気に行くぜー。オレカやろう、全員集合。シャキーン、シャキーン、シャキーン、シャキーン。これさ、あれだね、何気に今回初めてみんなで対局をするやったね。あ、確かにそうだった。そうだね、キンケロさん。気持ちいい。また違うとこ見ちゃった。見ちゃダメ。これを見てくれ。見ちゃダメ。ここにいる、ここにいる、ここに。今カメラ目線も返し見ちゃった。見てくれ。返しとか言うな。さあ、じゃあお便り紹介のコーナー。コーナー。今日は、はい、はいはい、お便り、いただいたお便りをちょっといつもより多めに特集する回ですね。たくさん来てますね。あの、ちょっとネタがなくなってきた時にやるやつ。そういうことをボコボコ言ってく感じなんですね、キンキャロさんは。こういうの取りだめとかないとか。違います、たくさん来たから、ね、うん、今まで、ね、なかなかちょっと紹介できなかったイラストたくさんありますからね。お便り紹介していきましょう。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。ちょっとじゃあなんか良さそうな。はい、じゃあまずはじゃあプワコちゃんも、じゃあ僕もね、はい、こちら、はい、じゃあじゃあ、すごいカラフルで、ね、みんな上手ですね、うん、じゃあまずこちらから東京都のさっちゃんが描いてくれました。じゃあね、バーンとタンタね、すごい色もねバッチリ塗ってあってかっこいいでしょ、うん。さあ、そしてふわこちゃんが、こっちから紹介しましょうね、うん、はい。そして島根県のリリさんが送ってくれたバルトです。おー、すごいね。どう、キンケロさん、すごい気合入ってるね、うん、愛が感じられる ね、ハートが飛びまくってるからね、本当に愛が感じられる。この2人のバルトがちょっとラブラブな感じ、ね、ほっぺたポってなってるからね。そうそうそう、ラブラブだね、うん、とても可愛いです。はい、こちらは千葉県のミミコさんからいただきました。ちょっとね、はい、なんていうの、俳句風、読んで読んで、になってる。主人公、闇に落ちるよお約束。ね、オレカバトラーミミコさんからいただきました。かっこいいよね、みんな並んでてさ、各章のね、うん、主人公たち。ただこのね、下のところにあるダークマターがあるんだけどね、ストーリー性があるんだからね。みんなちょっとね、闇に、闇の力をちょっと使ってしまっているバージョンの主人公たち。ありがとうな、ありがとう、ありがとう。まだあるんでしょ。そう、まだまだたくさん紹介したイラストやお便りがあるんだ。じゃあまずはね、こちら、じゃあ1枚ずつね。じゃあキンケロさん、お、俺だー。はーい、キンケロさんですよ。あれだ、俺のあんまり好きじゃないカリカリのやつ食べてる。ね、ちょっとポリ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 してるよ。嫌な顔しながら食べてるけど、あれだ、安いんだよ、キロでいくらだったら。安いやつなんだ。そう、ね、俺買ってきてるから、買いだめして、安い日に買いだめしてあるから、いつもありがとうございます。岐阜県のはつきちゃん、はつきちゃんからいただきました、うん。ね、でもね、下にね、キンケロさんのカリカリご飯がクラスチェンジできるように応援してますといただきました。優しい、ね、ジューシーなやつがいいですか。時々缶詰のやつ買ってきてくれる。そうそうそう、あのでもあれ、基地のあそこにあったやつ一個も食べちゃった。あ、ダメだよ、勝手に食べて。あーあーあー、隠れちゃった。あ、もう今月分それで終わりですからね。終わりなの、もう。はい、もうないです、ストックが。というわけで、じゃあね、応援していただけたら、キンケロさんのジューシーなやつが月に1回からね、多分3回ぐらいに増えるんじゃないかな。キンケロさんにはポーゴから後でお菓子をあげます。おお、よかったですね。はい、ありがとう。よしよし、元気。簡単、キンケロさん。さあ、続いて、さあ続いてこちら。あ、すごい、びっしり。さあ、こちらは千葉県のね、みさとちゃん。これはみさとちゃんが考えてくれた。そうだね、キャラクターだね。名前、そして属性、種族、うん、さらにね、技の特性まですごい、すっごい考えて書いてくれました。え、どんな技があるの、タンタロウさん、ね、ちょっと待って、土に潜る。
でね、土に潜っている間は相手の攻撃を受けない。あ、なんかすごいですね、これいいね、うん、あと他にもね EX 技なんかも書いてあるし、ちょっとねお便りのところ読ませていただこう、うん、さあゴールデンウィークで、あ、今度のゴールデンウィークでオレカデビュー3周年になるというオレカバトラーでございます。そうです、ね、ありがとうございます。で、ね、今回この間もねゴールデンウィークのイベントがありましたから、ね、ぜひちょっとさらに来年もそして再来年もさらに強くなっていただければと思います、うん、はい、お便りありがとうございます。そしてさあ続いてまだまだありますよ。おこちらは、神奈川県のコウくんからいただきました。すごく仲良さそうなね、レオンとファブニール、うん、書いてくれましたよ、うん、さあこれねちょっとメッセージもあるんですが、タンタロウさんとキンケロさんもこれくらいの仲を目指して頑張ってくださいと俺たち仲いいよ ね, ね, ね。でもねすごいちょっとこの二人はめちゃめちゃ仲が良さそうにね。なんかもうだってこの絆を感じられますよね。信頼し合っている。でももうちょっとあの缶詰のやつ増やしてくれたら、それで、それで好きになってくれるのは金ケロさん。だからどっちかっていうと今は、あ、やったー、聞いた聞いたもう缶詰もう来月なしですよ金ケロさん、なしです、頼む、はい、僕ありがとうさあさあさあ、そしてさあもうまだまだありますよ、もう一枚ありました、はい、こちらじゃじゃん、新潟県の、たいすけくんが送ってくれました。さあこちらはね我々と同じようにこれタンタとケロゴンが写ってますよ、キンケロさん。すごく味がある、かわいい絵ですね。ね、かわいい絵。これじゃないんだな。そうね、これはきっと普通のケロゴン、キンケロさんでは、あいつもいいやつ顔見知りやっぱり時々ね、時々仲良しですか、ね、まあまあ仲いいよとっても面白かったですとメッセージいただいたんですが、やってほしいこと、そうね、お便りでコーナーややってほしいこと、うん、我々募集したんですが、各章のボスモンスター討伐にチャレンジしてくださいとお便りいただきましたので、この後ちょっとやってみる。お、そうですね、どうする、タンタロウとポアコどっちがやろうかな。え、でもボスモンスターでしょ。ここはじゃあ俺がバシッと討伐をして見せてあげますよ、うん、大体です。さあそれじゃあ早速ね、大輔くんのお便りでいただきましたこれ討伐依頼やっていきます。頑張ってください。俺も行くな。はい、というわけで新潟県の大輔くんからのお便りで、ボスを、各章のボスを討伐してくださいとのことなので、はい、さあ今回はね、はい、新4章のボスモンスターにチャレンジ。タンタロウさん大丈夫ですか。もちろん任せて。それは ね、キンケロさんも安心して見守れますね。頑張んなよ、頑張りますよ。悪いけど頑張りましょう。さあ行くぜ。さあ新4章を選択。さあまずはこいつ、鋼騎士クロムを召喚。さあこいつを召喚だ。さあ2体目はやはりこいつ、勇者タンタ召喚。タンタロのお気に入りのやつだな。さあラストはこいつを召喚するぜ、ハショネルガル。さあこれで3体出揃ったぜ。 OK、珍しいの使うじゃん。我は破傷メルガルだ。強そうだな。さあ種族ボーナスね、パワーアップ。さあ早速今回のボスモンスター登場、こいつだ。出た。俺もこの間ボコボコにされたやつだな。この間やったのは煉獄系のことで。さあこのカットインにね、ありえなカットインさ、現れたのはこいつ、煉獄を。どうしたんだアレス。さあ行けタンタ、パワーアップ、さらによしいいぞ。さあ強力な一撃をお見舞いしてやれ。当たった。さあネルガル、お前もプ
プロペラソード。プロペラソード、さあプロペラいけいけ。さあ大ダメージやるじゃん。さあ来るぞ来るぞ。いや、あのふかふかソファーいいね。ねえねえ。いやすごい、あのね、でも攻撃の時はちゃんと立つんだね。そうだね、立たない攻撃もあるかもしれない。ちゃんとね、ちょっと攻撃の時は立ってくれた。よかったよかった。さあいけ、もう一丁返しのチェキ。さあもう一回。さあネルガルも強力な一撃を見舞ってやれ。すごい腹筋じゃん。ね、バッキバキだからね、かっこいいよねネルガルね。魔王ムースみたいにムキムキだった、ね、ムキムキだよね。ムキムキムキ。さあパワーアップ。さあクロムはね、味方を守る能力を備えているから、これでなんとかアタッカーのカンタとネルガルを守っていきたい。さあいけ、走って走ってズコーでも強い。そう強いんだよ。さあいけ、属性の相性がいいぜ、プロペラソード。よーしゃ、撃破。あったー、さすがタンタロウさん、あっという間です。うん、強いな。あのね、やっぱりあの正面切って戦ってくれるアレスに戻ってほしいから一生懸命倒したぜ。さあというわけで新潟県の大輔くん、見事新四将のアレスぶっ倒したぜ。オレコマンドのコーナー。さあじゃあ早速今週のオレコマンドはこちら。じゃじゃん、はい、じゃじゃん、下下下、左左左です。はい、今回はスカーレットソウルを持ったスカーレットドラゴンが登場します。でこのオレコマンドは5月25日から1週間、ね、この間しか使えないから気をつけてくれよ。はーい、はい、はい、というわけで今週は、うん、今日は一旦ねここで終わりですが、はい、毎週月曜日に更新予定ですので、はい、オレカバトルの公式ホームページを絶対にチェックしてくれよ。来週も楽しみにしていてください。はい、で今回たくさんお便りを紹介したけど、うん、で今回この番組でみんなに見せた、採用されたお友達には今ねポワコちゃんが持っているはいオレカエンブレム、採用されたお友達には今ポワコちゃんが持っているオレカエンブレムカードをプレゼントします。はい、はがきとかメールとかでね、お便り、うん、今日さ、メールあんまり紹介しきれなかったけど、またメール特集する回もやろうな。やりましょう、ね、やりましょう、うん、なんかこうやってほしいこととか質問とかでもいいですし、うんね、今回みたいにね、ボス討伐してくださいっていうお便りとかね、うん、あれ来てたぜ、銀色の人はなんで出てこない、銀色の人は今ちょっと修理中でね、倉庫に眠っているんで。倉庫にいるの？壊れてんじゃん。倉庫最近メールしましたよ。あ、元気でした？元気でしたよ。俺ちょっと前にカラオケ行った。俺もね、入り口のところで会ったけど、ボスって言ったらなんか割とそのままスッと。あれ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 。ケンケロさんにはちょっとなんかあんまり冷たい。あとちっちゃいから気づかなかった。あ、そうだ、そうですよ。大体靴のぐらいまでしか。そう。銀色の人大きいから。ね、ジャンプしないと見えないですし。はい、というわけで、はい、今週はここまで。じゃあまた来週も見てください。来週もやるね。バイバーイ。バイバーイ。